失礼します。はじめまして、かぐやです。これ私の名刺です。お名前聞いてもよろしいですか？冴島大河。冴島さんですね。よろしくお願いします。ああ。何頼みます？私もいただいてよろしいですか？いただきます。乾杯。お疲れ様。冴島さんって貫禄ありますよね。でも冴島さんもいろいろすごいことされてるんじゃないんですか？せやな。例えばどんなことされてたんですか？いや、そういう謙虚なところが大物ですね。どい。この店は3年くらいですけど、あちこち映ってるんで、かれこれ6年近くやってますね。そうか。そうなんですよ。もう店の若い子たちからババア呼ばわりされてて。私、店でも一番の古株なんですよ。なんとなく？ほんなら、そうかも。私普通にお給料もらえればいいから、全然指名取ろうとしてないし。なんやと。そうなんですよね。いつも店長からせめてドリンクくらい入れろって怒られてます。はい。ねえねえ、一緒にチョコスティックゲームしません？内緒だからね。冴島さん、どちらからいらしたんですか？月見野にはお仕事で？ああ。じゃあのんびり月見野で遊んでいけますね。うん。私、仕事で神室町に行ってたことがあるんですよ。ん？と稼ぎに。そうですね。やっぱりこっちよりも賑わってて、お給料良かったし。
土井。そうですね。でも全部使っちゃいました。東京で買い物したりクラブ行って遊んでたりしたら、稼いだお金全部吹っ飛んじゃった。本当ですか？でも私はもうちょっと貯金しておけばよかったかなって思ってるんですよ。そうか。やっぱり西島さんもそう思います？実は私あんまり気にしてないんですよ。なあ。え、好きって何のことですか？せやな。ひょっとしてクリスマスプレゼントですか？いや。あれ欲しいです。スマートフォン。だってあれ良くないですか？指でパッパって、いつもお客さんが触ってるの見ていいなって。うん。まあ多分私も楽しいのは最初だけで、すぐに飽きると思うんですよね。もともとそんなに電話使わないし。せやな。西島さんってすっごいマッチョですよね。私の好み。うん。私格闘技が大好きなんですよ。テレビ見ながらいつも手に汗握ってますもの。俺もや。ですよね。今年も大晦日の番組超楽しみにしてるんですから。そうか。相当なんてもんじゃないですよ。男の人は筋肉が全てって感じなんですから。ホストみたいな細い男の人とか絶対ないし。なるほど。私生で試合を見たことはないんですよ。一度行きたいと思ってるんですけどね。女一人で行くのはなかなか勇気が。どれ。本当に？あ、でも格闘技のチケットって結構入手するの大変って聞きましたけど。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、よかったらまた遊びに来てくださいね。本当ですか？じゃあ待ってますね。待つよ、お前。待て。へいへい、兄さん兄さん。通行料出す、常識ね。ほら。離せ。Yeah!
い。すみませんでした。もうしません。